プリンス、世の中お金で解決できないこともたくさんあるぞ。アライン白石、何やったか100万で教えろ。はい、喜んで。今回は日本史江戸時代、アライン白石の政治と著書です。それでは鎌倉先生、よろしくお願いします。はい、了解しました。今日は、江戸時代の新井白石の政治と著書をやっていきます。まず、新井白石の白から白球をイメージしましょう。次に、新井から新井、英語で言うラフをイメージしましょう。すると、こちらをご覧ください。白球とラフです。ということで、ゴルフをリンクさせましょう。こちらの彼は最近、親から会員権を譲られたことを機にゴルフを始めました。紳士のスポーツと言われるゴルフに挑戦します。頑張ります。始めたらすぐに才能が開花。自分でもびっくり。豪快なショットを連発します。よっしゃ。プロテストにも合格して、開幕戦からコース新記録で優勝します。多くの賞金を手に入れました。ありがとうございます。はい。それでは、行ってみましょう。会員権、紳士、挑戦、ショット、開幕戦、コース新、賞金、会員権、紳士、挑戦、ショット、開幕戦、コース新、賞金、会員権から会員の三宅創設、紳士、挑戦から朝鮮通信士の待遇の簡素化、ショットから聖徳の地、開幕コース新から開白御神霊、賞金から聖徳金銀。それでは黒板にまとめていきます。リンクワードは会員権、紳士、挑戦、ショット、開幕、コース新、賞金、です。会員権、から、会員の三宅創設。紳士、挑戦、から、朝鮮通信士の待遇の簡素化。ショット、から、聖徳の地。開幕、コース新、から、開白御神霊。賞金、から、聖徳金銀。はい、次はこちらです。次は新井白石の著書です。新井白石の白石から白石でとリンクさせましょう。さらにそこからシートで白タクシードライバーをイメージしましょう。おえおえ大丈夫ですか。もしもし、タクシー運転手が倒れています。こっちこっち。はい、あ、どうも、いろいろありがとうございました。具合はどうですか？なんとお礼を言ったらいいか。いててて。腰が痛いんですよ。まあ、タクシードライバーの持病みたいなもんなんですよ。私はタクシーの運転手引退を決めました。ゆっくりしてください。なので、タクシーの制服はもう脱ぎます。はい、それでは行ってみましょう。タクシー、サイレン、西洋、個室、降りたタクシー、ハンガー、タクシー、サイレン、西洋、個室、降りたタクシー、ハンガー、タクシーから特殊世論、サイレンから災難異言、西洋から西洋気分、個室から個室、降りたタクシーから降りたく芝の木、ハンガーから反感図。それでは黒板にまとめていきます。リンクワードはタクシー、サイレン、西洋、腰痛ですが、ここは個室にしてください。降りたタクシー、ハンガーです。タクシーから特殊世論、サイレンから災難異言、
西洋から西洋気分、個室から個室、降りたタクシーから降りたく芝の木、ハンガーからハンカーズ。それでは最後に新井白石について軽くまとめます。江戸時代中期の儒学者、政治家です。木下純庵の門人で6代将軍徳川家信、7代将軍家継で幕政を主導しました。これを聖徳の治と言います。朝鮮通信使の待遇の簡素化、開白五子神霊、長崎神霊、官員の三宅の創設、聖徳金銀発行などが主な功績です。著書に反感図、独子世論、採卵異言、個室、西洋気分、降りたく芝の木、また公務に関する備忘録、新井白石日記などがあります。はい、今回の私の新井白石の政治の覚え方の講義はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら幸いです。また高評価の方もよろしくお願いいたします。あと、これが覚えられない、ここが理解できないなど、リクエストがあればコメント欄に書き込んじゃってください。それでは次回またお会いしましょう。先生、簡単に覚えられました。さすがです。こいつマジか。